マシュー・コンガーはニュージーランドのサッカー審判員。アメリカ・テキサス州で生まれたコンガーはオーストラリアの A リーグとニュージーランドフットボールチャンピオンシップで審判員を務めている。彼はパーマストン・ロースの学校教師でもある。コンガーは10代からアメリカで審判としての活動を、始め20代前半にニュージーランドに移住後も活動を継続。 ニュージーランドで開催された 2015FIFAU-20 ワールドカップ、韓国で開催された 2017FIFAU-20 ワールドカップ、およびリオデジャネイロオリンピックで審判を務めた。また、彼は 2018FIFA ワールドカップの審判リストになお、連ね、1試合を担当した。彼はまた、数多くの A リーグおよびニュージーランドチャンピオンシップの試合を担当するほか、 OFC チャンピオンズリーグの試合も担当している。2016年、コンガーは審判としての活動に集中するために、フルタイムの教員を辞めたが、2017年にはパーマストンロースのカーンコットスクールで、パートタイムの教員として従事していた。2017年に、ニュージーランドのレフェリー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。ありがとうございます。